は、世界ホームズです。本日ご紹介するのは、成田市玉造にある中古戸建ての物件です。ご覧の通り、建物がつながっています。前棟式建物だね。中で両方の建物を行き来することはできないです。店舗付き住居だったね。そうです。後ろに回ってみます。後ろも公道ですが、高低差あります。面白いね。すぐ近くに公園が見えます。店舗で疲れたら公園で昼寝できるね。おのずとそういうことになります。物の搬入は裏からでも良いよね。裏口から出前も頼めます。問題は何屋さんをやるかだな。決まってないのですか？建物の奥から見ていきます。お風呂場だね。動画で見ると汚れがわかりにくいです。掃除が必要だな。クリーニング業者ご紹介します。おう、頼む。建具の傷みもあるので、多少修繕もお考えください。お金かかるね。無理せず予算内でやってください。以前は動物病院だったようです。広い台があるね。台の上にコンセントもたくさんあります。こちら最初に見た入り口です。お店の受付だね。間取りや設備は回収しないとかな。2畳ほどの難度です。この右手が収納棚などです。棚がたくさんついてるね。もう一つ部屋がありました。ここは特に汚いね。一応撮影しておきましょう。収納戸の中も見ておきましょう。階段下だね。こちらにもスペースがあります。それでは2階に上がります。2階に住居部分があるんだね。そうです。東側の和室から見ていきます。1階の状態より2階は綺麗だよ。2階はそのままでも使えそうです。ダイニングキッチンです。床がめくれてるね。修繕しておきましょう。右の洋室から。とても明るいね。出窓になっていて開放感があります。そうだね。中央通り沿いで、反対側に県営住宅です。大きな書棚と机があります。デスクワークできるね。お手洗いと最後にベランダを見てみましょう。
悪くないね。東側も高い建物など遮るものがないですよ。こちらも見晴らし良いね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。